どうも西田渡です、本日なんですけれども、高いカメラ買いますっていうところで、皆様に、ご報告ですね今日はね。とはいえ、M11 モノクローム予約しましたっていうお話でございます。4月14日に、予約開始されまして、発売日が4月22日ということでね、まあ、これが出るのが、まあ、多分22日よりも前の動画だと思うんですけども、まあ、いつ来ることやらって感じでございます。まあ、もちろんね、発表と同時にすぐに予約をしました。まあこちら以前去年のね、昨年こちら写真集サインス、出しました。で、写真展サインスもね同時に開催したんですけれども、多くの方々にお越しいただき、そしてね、この実際の写真集だけでなく、写真集こちらね今も販売しております。実際のプリントもご覧いただいた中で、皆様やっぱり度肝を抜いていたのがこちらM10 モノクロームですね。こちら M10 のモノクロームなんですけれども、要は RGB のセンサーが RGB レッドブルーグリーンで、6000万画素とか4000万画素っていうような機種のがまあ普通でございます。それが RGB 全くなしで丸々、白と黒のグラデーション、グレースケールのグラデーションに4000万画素を使うことができる M10R っていうことで、まあ、単純な掛け算はできませんけどね、実際に1億2000万画素以上のとかではなく、一粒あたりにグラデーションの情報がめっちゃ入れられるっていうことで、 ISO が2万とか3万とかになった時でもですね、もう本当にこのノイズの出方、ましてやライカはこのノイズの処理がうまいので、ノイズが出た時のむしろフィルムっぽい、流畳感、羅畳感みたいなのが出てきてですね、本当にとんでもないと。で、さらに低 ISO 感度時、まあ、一番最初の、常用感度が160なんですけども、160とかで撮影した時の描写っていうところではね、もう本当に凄まじい描写をするということで、ぜひ、ライカのモノクロ専用機のね、強烈な描写性能とかをご覧いただきたいのであれば、このサインスお買い求めいただくのがまあ間違いないかなと。あのモノクロ機、ライカのモノクロ機が気になって仕方ない方とかは、実際の出力こういうクオリティで出るのかっていうところはこちらでご覧いただけるっていうところで、まあいろいろと語るところはね山ほどありまして、 M11 モノクロームはまずね概要を説明しておきますと、まあ単純に言うと、この M11 のが6000万画素がまるっとシステムごと M11、モノクロになったみたいな感覚でいいかなと思います。まず裏蓋の大きな違いは、 M10 系はこれ後ろをこういった形でね、昔のフィルムのライカのような形でカパッと開けて初めてバッテリー室や、SD カードスロットにアクセスできていたのを、これがまあお作法だったわけですよ、今までの、M 型ライカのデジタル機っていうのは。それがですね、SL シリーズや Q シリーズと同様のポップアップ式のこの、バッテリーに変わったと同時に、バッテリーのサイズもですね、これが今1800だったっけな、ちょっとね老眼で最近あんま見えないんですけど、1800っすね、1800ミリアンペアアワーで、これが今までが M10 系は1001.1 とかになってるから、多分1100ぐらいだったのかなっていう感じで、まあいずれにせよこう見ていただいた限りでも明らかにバッテリーの容量が大きくなってるの分かりますよね。もう明らかに厚みと、まあ、サイズはまあほぼほぼだったとしても、まあ、一回り二回り大きくなって、多くのレビューアーの方も言われてますけども、まあ、実際に僕一応予備バッテリーは買ったんですが、この、M11 用にね、実際に予備バッテリーを差し替えたっていうことが、今までのもう1年半以上ほぼ毎日使ってきましたがほとんどないっていう意味ではね、もう見事バッテリー性能が伸びてきたかなと。 M10 モノクローム、 M10 機に関しては以前もね M10 使ってましたから分かりますけども、やっぱりバッテリー2つ2本ぐらいないと終日何かしら、ライブビューをちょっとね立ち上げて撮るとか、例えばビゾフレックスつけるとかっていう風になるとちょっとね不安だったんですよ。ですが今はビゾとかライブビューをフルに利用したとしても、まあ、終日もしくは時々ここの USB ね、ここで充電もできますから、ここを使えばほぼバッテリーの問題は解消された。あとは重さですね。M10 モノクロームは 660g だったかな、660か40、こっちが 530g ということで170グラム軽いわけですよ、今までの M10 シリーズよりもね、特にブラックは M11、 それがまるっと、M11 モノクロームにも踏襲されてきて 542g っていう風になってたかな、確か 542g ですね、バッテリー込みで合ってたかな、まあ、そういった形で、まあ、ほとんどね
M11 とは変わりません。で、僕自身もこの M11 を使ってて嫌だな、ダメだなって思うことがほとんどないです。まあフリーズとかもほとんど起きなくなりましたし、あとはこういった、グリップですよね。これも、M11 と M11 モノクロームでね、共有できるわけですよね。このアルカスイスのプレートに直接はめ込むことができる、グリップですよね。こういったグリップだったり、まあ、これサムレストに関しては僕これ M10 用の使ってるんですけども、 M11 でも M10 でもくっつきます、正直。なので僕はちょっと M11 用は現在購入せずに、サムレストは使うときはね M10 のを流用しているので、引き続きまあちょっと M11 系もこっちでいこうかなと思ったりはしておりますが、もう本当にこう不満がないカメラ、何よりも 530g ぐらいで、この解像性能ということを考えるとですね、とんでもないことになっていると。でそれがやはりこのモノクロにね、これをこの M11 をそのままモノクロにしても問題はないんですけども、何度も申し上げます通り、この M10 モノクロームね、やはりこの RGB のセンサーの全ての三原色の部分を一つの、ブラック&ホワイト、ブラック&グレーのグラデーションに全部使えるっていうのはですね、やはりちょっと異常値だったわけですよね。で、唯一M10 モノクロームでちょっと不満だったのはハイライトですね。 M10 系と M11 になってから大きな差別化ポイント、描写のポイントとしては、やはりハイライトの部分が1段ぐらい明らかに M10 から M11 になってから強くなったなっていうふうに感じているんですよ。それがさらにこの M10 モノクロームから M11 モノクロームになることによってハイライトが強くなるっていうことは、なおさらこのグラデーションの部分の表現の幅が、自由度が増すっていうことで、今まで特にこれ ISO160 からスタートだったので、特にねハイライトの部分をとにかく飛ばさないように絵作りを作っていたっていう関係もありまして、ややアンダー気味に作ってから後から持ち上げるっていうのが、まあデフォルトな撮り方だったんですよね。例えばここの部屋があります、で向こうにちょっと明るい、明らかに外の部分が映り込んでいく状態とかになりますと、ここの部分を撮ろうとすると明らかに向こうの外の部分はね、ピーカンだったりするともう絶対にぶっ飛んでたわけですよ。で、外の部分にピントっていうか露出を合わせようとすると、どうしてもここのね被写体、部屋の中にいる被写体っていうのは真っ黒くなっていたっていうところで、そのグラデーションが1段でもねハイライト強くなってくれると、さらにねハイライトを飛ばさずにここの部屋の中にいる人の表現とかも可能になってくると。もちろんですが、ストロボとか LED とか入れずに表現が可能になってくるということで、かなりまたね、室内などでの表現の幅は広がってくるかなと。特に夜間とかでもかなり明るい場所と暗い場所の明暗差があるような表現は、若干 M10 モノクローム、 M10 系は苦手だったのでね、もうかなりアンダーに撮るしかなかったっていうところの、白飛びに強いところがこの今 M11 を使っててもね、明らかにこっちの M11 に切り替えてよかったなって思うところだったりするんですよ。なので、まあ現代的な描写 Q2 だったり SL2、SL2S だったりっていうところの色、まあそのグラデーションの幅ですよね。それがさらに M11 のモノクロームだと過去最高の15ストップっていうふうに歌ってたかな。今までは分かりません、14ストップだったのか 14.5 だったのか分かんないんですけれども、まあ15段のねレンジの幅を持っていると。ただでさえ、グラデーションの幅 M10 モノクロームでもとんでもなく広かったのが、さらにグラデーションが広くなっているということでね、これはちょっともう放っておけないというか、夜のね高感度耐性っていうところが、もう RGB の色情報があるセンサーのカメラと比べるともう次元が違うんですよね。これだけは一番僕の中で、まあ100台ぐらいねカメラ使ってきましたし、30年ぐらい写真に携わってますけれども、まあ、ここまで強烈なグラデーションの体験をしたことなかったですし、まあもちろんね67とか66とかでねモノクロのフィルムをね、まあ、例えばシノゴとかね、そういったもので作って美しいプリントを出すとね、ため息が出るようなグラデーションっていうのはもちろんできていたんですけれども、とはいえもうそういった時代ではないのも事実ですよね。まあそれを出すためにわざわざシノゴを持ち出して、蛇腹出して、でっかい三脚に据えて、ゆっくりピントを取ってガシャッと切るっていう、まあそういう行為をこれだけで、そしてレンズは今ちょっと手元にありませんが、めちゃくちゃ小さいシステムでピント合わせカチャッと取れば、とんでもない高精細なものが作れると。まさにそのシノゴとかのクオリティのグラデーションが作れるっていう風な考えただけでも、もちろんね値段は138万ぐらいだったかな、ボディだけでね。
誰が買うんだっていうふうにおっしゃる方もいますが、まあ僕は買いますっていう話ですよね。なぜなら何度も言います通り、シノゴだったり66だったりとかっていう本当にこのモノクロフィルムのような世界観をわずかこの、ね、M11 とほぼ同じ重さですから 542g のボディで再現できる。あとはやはりモノクロだけのセンサーってね、最近ペンタックスが国産メーカーの着替えを見せて作ってきましたけれども、モノクロ専用機をね作ってきましたが、やはりね、あのライカはもうむしろこのモノクロ専用機4代目なわけですよね、M11 モノクロームでもう4機種バージョンアップしてきてるメーカーなんてないじゃないですか。じゃあペンタックスが今 K3 のモノクロームでしたっけ、 K3 マーク2かな、これをじゃあ次また2代目3代目っていう本当の意味での気概というかね、継続努力ができるかっていうことを考えるとちょっとはてなと。でやはりライカはもうこういう形でモノクロ専用機一つ取ってもうブラッシュアップしてきてるわけですよね。でもちろんですが M11 でモノクロ化すればいいじゃないという意見もあってしっかりですが、何度も言います通り、ISO 2万から ISO 今回、M11 モノクロは ISO 20万まで取れるんですが、 ISO 2万以降のね、まあ、ISO 12800以降の描写を考えた時に、ありえないぐらいのね高感度耐性発揮しますから、僕がやってみたいなと思っているのはですね、 M11 モノクロも購入します、 28mm のズマロンつけます、 F16 まで絞り込んだゾーンフォーカスでもうそのまま夜でも室内でもどこでもバシャバシャ撮っていって、 ISO10 万 ISO15 万とかでバンバン撮っていくと、そこから吐き出されてくる絵作り、多分ノイズも乗ってきますが、非常にフィルムに近い美しいノイズが出てくるっていう風に考えられて、でグラデーションも15スポットのうちかなり13スポットとか狭まってはくると思うんですけども、高感度耐性高感度によるね、グラデーション低下によってですが、それを、まあ、ハイコントラストまではいかずとも、そのまんまの今までだとこれは絶対に絵として成立していなかった部屋の中でのゾーンフォーカス、しかもパンフォーカス気味なものっていうね、この辺を勝負していったらまた違う作品っていうところ、モノクロの作品が生まれるのではないかというふうに考えておりまして、ポートレートでも面白いですよね。もう本当に映るんですの超高級モノクロ映るんですみたいな撮り方ですよ。ボケてもいいし、そのままズマロンでね、部屋の中で例えばこう薄暗い部屋の中でもう F16 でバンバン撮っていって、超アンダーだったとしてもその後で持ち上げていってブワーッと像が浮かび上がってくるような、まるで暗室作業のようなね、データの作り方をしても面白いかなっていうふうに考えたりして、こういうふうに想像だけでもいろんなアクション使い方ができるなっていうことを考えるとね、先ほど申し上げた140万近くのお金がかかる動向とかそんなのを飛び越えて、そのカメラにしか撮れない表現があるっていうことが想起されるのであれば、しかもましては超絶に美しいグラデーションの撮影ももちろん可能なわけですよ。 ISO 125できっちりと F8 で三脚立ててね、しかも重さは 542g っていう、もう並べただけでも他のカメラには追随できない機能があるわけですから、当たり前ですけど高くて当然というか、それしかないんだったらそれを買うしかないっていうところで、僕はですね1秒でも早く手に入れたいなとは思っています。もう、予約と同時に一応は予約したんですけれども、果たして、いつになることやらっていう、気長には待とうと思いますが、手元に来た暁にはね、皆様に作品も含めたり使用感だったりっていうところ、使用感は基本的にはこの M11とほとんど変わらないと思いますが、吐き出てくる絵の部分ですよね、グラデーションの美しさなど、そしてひいてはね、ちょっと今年はカラーオブ関西などキャノンギャラリーでの個展とかも続きますから、こちらサイエンス2といいますか、この1文字英単語の写真集と写真展もね、 M11 モノクロームのみで撮影した作品展みたいなところも、まあ、あえてそこで絞らなくてもいいんですけれども、やはり美しいグラデーションやそういった先ほど言った室内で、ゾーンフォーカスパンフォーカスみたいなね、そういった撮影をしたような作品群を皆様にご覧いただくような展示会展覧会もしてみようかなっていうふうに思ったりもしている次第ですっていうところで、参考になれば幸いです。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田太陽でした。